ハンターの棟梁には砂術の才があった。そして彼らの言葉を疑うにはゴーストたちは善良に過ぎた。彼らはただひたすらにカメレオンたちのことが心配だった。救いたいと願っていた。ゴーストたちとレジーの遊戯は一切の曇りもなく本物だったのだ。クス師団を偽るハンターたちとゴーストの案内人たちはカメレオンの集落がある森へと入る。先頭はレジーに保護されたゴーストの子供。友人に会える喜びと病を心配する焦りがその歩みを早めさせていた。やがてハンターたちの視界に何の変哲もない集落が見えてくる。村からはどこか浮き足立つようなそんな雰囲気が漂っていた。ゴーストたちがほっと息をついた瞬間、金気を帯びた周期と生暖かい血しぶきが周囲を覆う。目標を見定めたハンターたちが偽りの仮面を取り牙を剥いたのだった。え？そしてゴーストの子供が何が起きたのか悟るよりも早く、その首筋にハンターの刃が滑り込む。お宝への道案内、ご苦労せん。それがゴーストの子が最後に聞いた言葉だった。